雪かき車、雪かき車、雪、走車、雪かき車とは、貨車の一種で、冬、線路の除雪を行うのに使われる、事業用車である。貨物は積載しないが、鉄道車両の分類上、便宜的に貨車の一種として分類されている。日本の国鉄における記号は、上機動力式のものは現在、JR では用いられていない、工術、除雪車とも言うが、 道路用の除雪車、陶器作業車両を特別するため、ここでは雪かき車の故障を用いる。日本で実際に用いられた雪かき車の種類としては、ラッセル車、マックレー車、ロータリー車、ジョルダン車、ローダー車の5種類がある。雪かき車は、鉄道創業機から長く使われてきたが、降雪時期以外は全く用途がなく、有給車両となってしまう問題があった。 1960年代から DD15 型など、除雪設備をアタッチメント型とした、除雪用イーゼル機関車が登場し、次第に、これに置き換えられていったが、軸重の関係から DD15 型が使用できない、低規格の線区は少なくなく、飯山線や大糸線に至っては、で15系の使用も制限されるた、蒸気機関車が姿を消した後もしばらく残った、これらの線区に向けて製作されたのが、 d d 十六系三百番台である。しかし、現在では、ディーゼル機関車の他モーターカーなどの普及により、貨車の雪かき車は JR ではすべて現役を退いており、青森県の広南鉄道、津軽鉄道に、旧国鉄機百系の三両が残るのみでや、北海道では、雪かき車が何両か保存されており、名寄市の名寄公園や小樽市の、小樽市総合博物館、鉄道、 科学、歴史観などでその姿を見ることができる。一般的に温暖地とされる JR 四国及び JR 九州には国鉄時代を含め雪かき者の類は所属がない。しかし、これらの地域でも山岳路線の山間部では積雪は普通のことであり、また大寒波の際には平地であっても除雪を必要とする積雪に見舞われることもある。その際は 人力もしくは、補線用のモーターカーなどを利用して、除雪を行う。鉄道用の雪かき車としては最も一般的なもので、前方に、排雪板、ブレードを装着し、進行方向の片側もしくは両側に雪をかき分ける、雪かき車である。豪雪地域の初期除雪に活躍するほか、積雪がさほどひどくない豪雪地でも用いられる。豪雪時など、 雪を押し付けたり排雪するスペースがなくなる場合には運用できなくなるため、その場合には、マックレー車とロータリー車を連結した、マロキ編成が使われることになる。機関車の後押し、推進によって運用されることから、排雪板は、車体の進行方向だけに設備される単価子らしきが通常であるが、動こ交通おかつ線には両等式のラッセル車が存在した。 洞雪時に、ラッセル車での除雪を繰り返すと、かき分けられた雪が左右に溜まり、次第に高い雪の壁ができてくる。雪の壁が高くなりすぎると除雪できなくなるため、まず雪の壁を崩し、さらにロータリー車で遠くに倒雪する。この時に使われる雪かき車をかき寄せ雪かき車、または、マックレー車という。マックレー車は除雪装置として、 8の字に開く翼を備え付けており、機関車の後方に連結し、除雪装置部分を後方に向け、翼を使って、雪の壁を崩して、線路の中央に向けて落としながら走る。そして、その後ろのロータリー車が、線路の中央に落とされた雪を吸い込み、遠くに投雪する。単独で、あるいは真っレー車によって、線路上にかき寄せられた雪を、 遠くへ跳ね飛ばすための雪かき車である。先頭部には巨大な回転翼がついており、これで雪の壁を切り崩し、同時に倒設する。蒸気動力式のロータリー車では、蒸気機関車と同様のボイラーや、淡水車を備えており、非常に大型であるが、動力はすべて回転翼の駆動に用いるため、自走は、できず、機関車に、後押しさせて使用する。内部は、 いわば車輪を除いた蒸気機関車がそのまま大枠の上に乗っている構造で、ボイラー状に煙突、蒸気ドーム、汽笛も備え、ボイラー以外の蒸気シリンダークランク、逆転機といった動力装置をはじめとする様々な装置が蒸気機関車と共通の部品で構成されている。動輪の代わりに回される弾み車の枕木方向の回転を回転翼のレール方向に転換するための カサハグルマが前方視界の確保を兼ねて高い位置にある全部の操縦室床下,下に装備されている。後部の機関室には蒸気を発生させるために必要な過失焚き口や注水器を操作するバルブなどがあり、蒸気機関車とほぼ同じ構造となっている。ボイラーの両側面には全部の操縦室と後部の機関室をつなぐ通路、蒸気機関車のランボードに相当がある。 このように内部構造は蒸気機関車と類似した点は多くあるものの通常は貨車のような車体カバーに覆われているため外観は蒸気機関車とは異なるものになっている電動によるロータリー車は国鉄では存在しなかったが私鉄では自社改造により札幌電気軌道と旭川電気軌道と土地を鉄道に存在した前面に除雪用の翼を持ち これを左右に広げて、線路の周囲の広い範囲を除雪する、雪かき車。広幅雪かき車とも呼ばれ、主として停車場や操車場などの除雪に用いられる。ただし本線上の除雪にも使われることがある。幅広く開いた翼は、非常に大きな雪の抵抗を受けるため、あまり深い雪には使えない。前の翼で雪をかき込み、渦巻き破砕機を通して、 ベルトコンベアに押し上げて処分する。極度の豪雪時にのみ使われる、マックレー車、ロータリー車は出動するとき、機関車、マックレー車、ロータリー車、機関車の順に連結して使用する、機関車、マックレー車の編成とロータリー車、赤車の編成が別々になることもある。これを、それぞれの頭文字を取って、キマロキ編成という、上記のような実用車のほか 1961年には、北海道内部工場で、ジェットエンジンを利用した雪かき車が試作されている。これは時15000経過車時17,988の片側の爪板を撤去して、航空自衛隊地と席地から借用した、ジェットエンジンを斜め下向きに取り付け反対側に操作室を設けた車両で、ジェットエンジンの高圧、高温の排気を利用して、 線路上の雪を吹き飛ばし除雪を行ういうものであった。なお他の雪かき車と同様自走はできず、機関車に後押しされる形で使用される。しかし実際に試験を行ってみると、ジェットエンジンの排気流の圧力が強すぎて、雪だけでなく線上のバラストや、構内踏切の敷板なども吹き飛ばしてしまうほどで、燃費や騒音の問題もあってほどなく、開発は中止されたという。また、 1960年度に大宮工場で航空機のジェットエンジンを使用して除雪する案があり、このための試作を時15000形式を使っていった。大宮工場の70年史207ページには試作者の写真が掲載されている。またこの他に計画段階のものとして1、D 加熱テンダー機関車形式9600、雪除装備というものがあり、 9600系の前頭部にラッセル車の前頭部をセットしたものであった。これの青焼きの図面をトムス編集部が入手したという。除雪用ディーゼル機関車に関しては、形式別の各項目を参照のこと。北海道宅色鉄道 DR202、CLJR 西日本機屋143型機動車、北海道の札幌と函館の自然には竹でできた。 ササラと呼ばれる竹製ブラシが多数並べて装着されたローターをモーターで回転させながら雪を跳ねのけるブルーム放棄式除雪車通称ササラ電車がある。札幌市交通局ではこの他に休憩単車改造の自動車に踏み固められた固い雪や氷を排除するスノープラウを備えたプラウ車を所有していたが使用頻度は非常に少なかった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。